東京ゲームショウに行ってきた動画出したんだけど、ちょっと話し忘れてたなって、それ撮ります。ブシロードステージ、企業ブース行ってきて、それで、なんか写真撮ってツイートしたらもらえるみたいなキャンペーンやってて、ラブライブのね、コードが裏にあるかなんか、これチケットもらえるんだって。よくわかんないけど、はい。ようちゃん。これ4種類あってさ、刹那あったんだよね。欲しくてね。で、1人1回が消されてて、これ何回でもいいんですかって、いいですよって言うからやったんだよね。またようちゃん。丸 丸。で、最後に、全種類ではないんだけど、まあ、刹那当たったからいいやっていうことで。これ可愛いよね、この刹那ね。刹那は常に可愛いよね。まあ、ブシロードであともらったのがこれ。ちょっと開けます。いや、今回正直ブシロードが一番良かったかもしれない。だって、さっきも言ったけど、そのライブも良かったしさ、その何？このラブライブの ステッカーもらって。いや、なんかブシロードの凄さが分かった。それをちょっと話すか、じゃあ。ブシロードゲームスだって。ステッカー。リア世界。これリア世界っていうのを告知してたね。なんで2枚入ってんの？ リア世界告知してた、これも告知してた、これは企業ブースでやってた、これはあれやし、あれしてた、ライブっていうかステージで発表してた、これもステージで発表してた、これはライブしてた、これ最高でした。 これ最高でした。響きっていう声優事務所があるのかな、ブシロードさんが持ってるのかな、わかんないけど、まあ多分おそらく持ってるんでしょうね。で、そこの声優さんをさ、使ってるから、コスパいいんだろうな、みたいな。いや、なんかすごいよね。元は何会社なのかわかんないけど、ブシロードって。カードゲームの会社なのかな？正直何の会社なのかわかんないけど、多方面にやってるんだけど、全部リンクしてて、その、アニメ、ゲーム、TCG、まあ、あとなんか他にもやってんのかな？ちょっと僕は詳しくないんですけど、まあ、レビュースターライト。まあ、舞台だね。ライブ、音楽関係もやってて、全部リンクしてるからさ、その自分の社内の、なんだろう、人間だけで、まとめれるっていうか、その完結できるか、コスパが圧倒的にいいんだろうね。強いんだと思う。安くできるみたいな。いや、ある意味、それは怖いことなんだけど、おそらく怖いこと。その、安く使われちゃうから、個人個人で見たら。組織としてはだいぶ強いんだろうなと思った、ブシロードって。まあ、だけど出してるコンテンツがいまいちっていうのもあるよなとか言って 失礼。あんなに褒めたたいといて、さっき。スーさんいるよ、スーさん。まあ、そんな感じです。ブシロードさんありがとうございました。以上です。切ります。バイバイ。